かつて中国の行った日本の侵略戦争の数々、あるいは中国をはじめとする加害の問題、これ十分に研究所では調査されていますけれども、一般の多くの方々がこれだけ加害をしてしまったということに対する真摯な反省というのはまだまだ十分ではないと思います。だから私たちは歴史に範を取り、歴史に学び、歴史を学ぶことによって未来を築き上げていく。やっぱり歴史を知らない者に未来は、明るい未来は待っていません。日本の過去の過ちについては村山談話において、過去の植民地支配、侵略、そしてそれに対する痛切な反省と心からのお詫びということを明確にして、和解のステップを踏んだと。日本が過去に犯した過ちはそのまま残っていくわけですので、その上でそれを心から反省し、そして心からの謝罪をすることによって和解を成し遂げていく。日本がね、繁栄していく道は近隣諸国、アジアの諸国と仲良く手を組んで友好関係を築くことが日本の繁栄の道なんです。日本と中国が仲良くすることが日本の最大の安全保障なんです。日本が防衛費の増額、あるいは敵基地攻撃能力の保持、新安保法制の成立など、非常にその軍国主義と評価されがちな、そういう方向に今舵を切っていると思うんですね。これは日中友好を今後未来永劫続けていくためには非常に大きな問題になろうと思います。